これだから花粉症は辛いぜ。前回募集した挨拶を決めたいと思う。さあ、早速挨拶を決めていきたいと思います。ヘイヘイヘイ、ゾマッチだぜ。ヘイヘイヘイ、ゾマッチだぜ。ハロハロ、アイアムザワッチ。ハロハロ、アイアムザワッチ。なんか手がいやらしいな。 YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ、ザワッチです。 YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ、ザワッチです。真面目だね。この人の性格の良さが出てくるね。真面目な人だよ、きっと。デカデカ、どうも、ザワッチです。なんで、デカデカって何？デカデカ、どうも、ザワッチです。なんでデカデカなの？なんでデカデカなの？どうもどうも、ザワッチでーす。どうもどうも、ザワッチでーす。Hi guys, it's ザワッチ。I hope you are gonna have a good time in my video. ちょっと待って、覚えられない。Hey guys, it's ザワッチ。I hope you are gonna have a good time in my video. はーい、今日も元気に行くだっち。はーい、今日も元気に行くだっち。口パッチじゃねえんだよ。口パッチじゃねえんだよ。口パッチ。白目向いて、ザワッチです。ザワッチです。あのね、この挨拶が結構飽きてきたっていうか恥ずかしくなったから変えようって言ってんのに、この白目やっちゃったらもう全然変える必要性がなくなっちゃうよね。ね。どうも、滑舌悪おでし。どう滑舌悪おでし。この挨拶めっちゃ好きなんだけど。まず、滑舌悪おっていう名前じゃないから。滑舌悪おをちゃんと滑舌よく言えないから。で、悪おでしゅのところが、でしゅっていうのが、まあ、またなんか、いいとこだよね。何かかな。はーい、ここに神が降臨。はーい、ここに神が降臨。めっちゃ好き、この挨拶。いやね、素晴らしいね。めっちゃ好きよ。でも俺はちょっと神ではないんだよな。最近、まるまるな、ザワッチだ。最近、ケツに、イボができた、ザワッチだ。全然かっこよくないわ。はい、ということで、今回、11人の方、新しい挨拶、ありがとうございます。多分だけど、全部読ませていただきました。もし、読み忘れてるのがあったら、ごめんなさい。じゃあ、皆さんに決めてもらえますか？ここは、コメント欄でね。コメント欄で決めてもらうってやったら、絶対全部滑舌悪いになるから、やっぱやめたい。コメント欄やめよう。はい、いろいろ、考えた結果、最終候補に選ばれたのは、ヘイヘイヘイザワッチだぜ。ハロハロー、アイアムザワッチ。デカ、デカ、どうもザワッチです。この3つを選び、選ばれ。普通に白眼しちゃってるよ。この3つの中から皆さんが一番いいと思った挨拶をコメント欄に書いてください。3つの中で一番多かった挨拶をこれから使っていきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。あ、終わりの挨拶も募集。